昼間の教練員って賑やかだよな。うーん、でもみんなどこにいるんだろう。旅人パイモン。お、セノ、久しぶりだな。ああ、スメールシティでお前らに会えるとはな。俺も嬉しい。今日はまた何しに？ひひ、別に大した用事はないぞ。道を歩いてたらでっかいキノコがあって、それを見たら最近スメールのみんなに会ってないなーって思ってさ、それで会いに来たんだ。そうか。こっちも先日みんなでご飯を食べていた時にお前らの話題になったんだ。また旅でいろいろ収穫があったんだろう。二人を見ればわかる。本当か？お前たちもオイラたちのことを考えてたんだな。ああ、偶然にもな。まさか俺がこの続きを、近畿の後半部分を言うと思ってるのか？ちょうどグーには必ず善があるようだ。ああ、言っちゃった。昔のジョークをよく覚えていたな。よほど気に入っていたと見える。そろそろ認めたらどうだ。本当はとっくに俺の素晴らしいジョークに夢中なんだろ。はいはい、500モラだぞ、持ってけ。なんだ、賭けをしていたのか。しかもたったの500モラとは。500モラも負けたんだ。まさか足りないとでも言うつもりか。わかった。なら後でデザートでもおごってやろう。実は今から仕事に行くところでな。仕事中はそうすぐプライベートの自分に切り替えられない。それでさっきのジョークもすぐに出てこなかったんだ。あれ、なんかあったのか？いや、大したことじゃない。ただその当事者の身分が少々特殊でな。いろいろと考えた結果、俺が動くことにした。なんか手伝おうか？オイラたちこうして戻ってきはしたけど結構暇だしさ、一緒に行ってさっさと終わらせて。なんだ、ずいぶん積極的だな。デザートをおごるという約束を破るんじゃないかと心配しているのか？違うぞ。そんなに分かりやすかったか？だがまあ、悪くない提案だ。スメールの英雄二人と仕事するのも特に問題はない。ついてきてくれ。